3月2日発売のフライデー、講談社、が村拓也、50、独道静香、53、夫妻の電撃離婚説を報道した。しかし、報道後も本人たちから離婚に関するコメントや、発表は出ておらずガセネタだという見解が強い。この世紀のカップルの離婚の可能性について、芸能取材の水も甘いも噛み分けたプロたちが語り尽くす。 論家、見過ぎたけ、以下、見過ぎ、やっぱり話題になっているのは木村拓哉さんと工藤静香さんの離婚危機みたいな報道は、一部で言われているみたいですけど、佐々木さん何かご存知ですか ?3 月2日発売の、フライデー、講談社、が木村拓哉と工藤静香の電撃離婚説を報道。芸能ジャーナリスト、佐々木博之、以下、佐々木、どういうところから出てきたの ミスギ元彼の X ジャパン、吉シさんが工藤さんと連絡取り合ってる、みたいな報道がありましたよね。1月13日発売の、フライデーで吉シが元彼の工藤静香と今でも連絡を取り合っていると報道。佐々木あれは、2022年の第73回 NHK 紅白歌合戦に、吉シと工藤が出たわけじゃないですか 2022年大晦日の紅白歌合戦で吉木と工藤静香が共演したことが話題に。芸能リポーター安倍霞、以下、安倍、そうそうそう。静香ちゃん出て、吉木さんも出て、佐々木で、あの二人はそういえば昔、週刊誌に取られてるんですよ。タレント、石岡舞、以下、石岡、ええー。知らなかった、佐々木ロサンゼルスに吉木さんが住んでるときに、 工藤さんが向こうに行って、吉木さんが飲酒運転で捕まるんですよね。その時、隣に女性が乗ってたと、それが彼女、工藤さん、だったんですよ。1994年発売の、フライデーが、吉木逮捕。静香と、ロス同棲、の無軌道、と報道。石岡へ、すごい話、佐々木その一報が入ってきて、自分も、ロスに行ったんですよね。 安倍は、当時のマスコミは、お金ありましたね。佐々木その前後でロスに行ってたんだけど、その時に吉シさんの家があると、ロサンゼルスの夜景が見える、上の方のすごい家で、ハリウッドのあれ、文字の看板、がある、あの辺なんですけど、あの辺すごく豪邸がありまして。そして、吉シが、飲酒運転で捕まって、二人が付き合ってるって話になって、 彼女は東京に戻ってきた時に写真撮られるんですよ。すっかりね、ファッションが吉シテイストになってたんですよ。今までと違う、安倍黒の革ジャンとか、革のジャケットとかパンツとか。佐々木そうそう、ロッカーになってた。交際宣言じゃないけど、吉シさんは認めたんですよね。あの時、見杉ぎ公認の中という感じでした。佐々木それから何年続いてたんだ。 見過ぎ結婚する話も出たんですけど、その後すぐに木村さんと結婚したんですよね。佐々木、今から30年ぐらい前になるのかな。見過ぎ結局それで、吉木さんも彼女のこととか未だに、工藤に相談してるって。まだ未だに交流はあるんだっていう話になった流れで。佐々木工藤さんもインスタグラムか何かでちょっと匂わせじゃないけど、 ちょっと話題になったんですけどね。工藤がインスタグラムで吉木をフォローしたことが吉木ファンによって発覚し、炎上。すぐさま工藤は吉木のフォローを解除していた。考えてみると、あの時、紅白に工藤のお嬢さんも出てましたよね。安倍ココミさん、22が出て、フルート吹いてて。佐々木彼女、ココミは何にも知らないわけでしょ。 母親である工藤の昔のことを、安倍知ってるんじゃない佐々木いや、知らないでしょ。ダブルコートうちのママが吉木と付き合ってた、なんて。石岡でも今はネットでいっぱい出てきちゃうから。佐々木でも、あの報道が出て、紅白後に分かったんじゃないですか安倍いや、自分のママの工藤静香って検索すれば全然出てきちゃうんじゃない佐々木そうか。 エゴサーチじゃなく、ママ、ヨシキと付き合ってたんだって。そうか、ミスギ、まあでも結局、佐々木さんの見立てとしては離婚はないってことですよね。佐々木ないですね。ミスギ、安倍さんはどうですか安倍ないでしょう。ミスギ、じゃあ、たまたまなんかそういう話題が、ネタ作りとかで出てきたっていう感じですかね。安倍も、ご主人のことよりも今は二人の娘の成功に向けてママとして、 ステージママとしてプロデュースしてマネージャーしてってことで頑張ってるから。一番大好きなお父さんっていうか、パパのこともインスタとかでお誕生日とかも家族でお祝いする様子もあげてるし、あんなにかっこいいお父さんが家にいてダディっていいよね。離婚危機はないというキムタク夫妻だが、今後も一家から目が離せないいい。芸能取材のプロたちが見たキムタク。 工藤静香夫妻の電撃離婚報道についての座談会の様子を、ピンズバニュースが独占公開する。